はい、前田藤本です。車検対策いろいろやってるんですけども、ね、民家元戻しました、純正です。で、ヘッドライトもこれね、事前にテスター屋さんに持って行きました。で、テスター屋さん持って行った時にLED 入ってたんですよ。これで、テストしてもらったんですけど、いやちょっと怪しいでっていうことで、まあ、一か八か行ってみるみたいな感じだったんで、もういっそのことということで、これバルブに戻してます。はい、普通のエッチオンも、まあ、ちょっと白っぽく光るバルブに戻しました。で、まあ、これに入れ替えたんで、今日、まあ、もう一回ねテスター屋さんにこれで持ち込んで、検査に臨むという形になります。サイドスリップも一応チェックしました。で、今日はね、これを、まあ、外すんですけど、まあ、外すのはねネジなんで回していけばなんですけど、聞いて分かるように、だいぶ錆びてる感じなんで、まあ、この状態で検査を持っていくんで、これをねちょっと塗り直そうかなと。この黒いところもちょっと剥げてるし、この錆もちょっと取って綺麗にしようかなと思います。でね、ここ今ちょっと六角、手持ちの六角見てたんですけど、これね、この8ミリぐらいのやつなんですよ。100均とかで売ってるの6とかぐらいなんで、これね合うやつがなくって、なんでもうここでねマスキングして磨いて、でこの黒いところ一回塗って仕上げようかなと思います。はい、ネジの部分ね、錆びてたのだいぶ錆び落としました。多分ね、こことここ素材が違うんかな。でこっちの分がもう結構錆びてたんで、中入れてね固着、錆びで固着してしまうと嫌なんで、まあ一旦こういう感じで綺麗にしました。でここ色塗っちゃうと固まってしまう、ネジ山の具合で入らないかもしれないんで、色塗るのはここだけなん で、まあ、この辺はちょっと簡単に掃除して軽くグリスアップするぐらいで、でこっちやね、こっちを今から、まあ、でこぼこあるんでね、前の塗装失敗してるところがあるんで、これをちょっとペーパーでかけてマスキングして色塗ろうと思います。
はい、ということで、塗装完成してちょっと仮につけてみたりしてみました。まああのね、ここを磨いた、サビを磨いたっていうことで、あのギキギキネジ締め込むときになってたのが、まあ、ならなくなったんで良かったかなと思います。でまあ前回よりねかなり綺麗にはなったんですけど、多分ねもう下地の素材やと思うんですけど、まああのペーパー当てきれてないっていうのもあって若干ねまだデコボコ残ってるんですけど、それよりも、まあ、下地の素材がね、まあ、こっから先は違うんかな、普通の鉄じゃないんかな、どうも弾くというかね、まああと、まあ、私の塗装の腕が良くないというのもあって、まあちょっとねこんな感じで完璧ではない仕上がりなんですけども、まあ、一旦これで良しとしたいと思います。でまあ車検なんで車検の時は外しておくんで、まあ少しの間外しておいて、でまあ、車検が上がればもう一度これ取り付けたいなと思います。ということで、今回は、まあ、牽引服の色を塗り直してみましたが、相変わらず塗装が下手だという動画でした。はい、ということで今回は以上で終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。